10月4日水曜日22時から BS 富士で放送の昭和歌謡パレード、橋幸夫、船木和夫、西郷輝彦、三田明の4天皇特集に、三田明、角川博士、竹島博士、青山真が出演する。今回はデビュー60周年を迎えた三田明を中心に、当時大人気昭和歌謡の一大ブームを巻き起こした橋幸夫、船木和夫、西郷輝彦、三田明の4天皇特集をお届け。4天皇誕生秘話に当時の思い出、楽屋はバチバチ&ピリピリ、口も聞かない、4天皇のヒット曲もたっぷり披露する、三田明、角川博士職人技、数々のモノマネにスタジオ大爆笑。青山真のおばあちゃんは三田の追っかけだった。三田の意外なデビュー裏話、デビュー曲の録音はたったの3回、竹島博士が語る三田明との思い出など、歌唱楽曲、角川博士、大阪桐蔭、角川博士、竹島博士、青山真吾三夜メドレー、高校3年生、船木和夫、雨の中の2人、橋幸夫、君だけを、西郷輝彦、竹島博士、サンタマリアの鐘、三田明、美しい10代、同じ時代歌手50音順、昭和の演歌、歌謡界を象徴するゲストが、自身のヒット曲を熱唱。ゲスト同士でのコラボや、若手の注目演歌歌手が、昭和の名曲をカバーするなど、番組ならではの企画も盛りだくさん。トークブロックでは、当時を思い出す出来事や流行、その時代の中で大ヒットした懐かしグッズを紹介。さらに名曲にまつわるマル秘エピソードや、今だから言える当時の芸能界裏話なども語り尽くす、大人のための名曲満載プログラム。昭和の名曲とトークでキラキラしたあの頃が蘇る。昭和歌謡パレード放送、 BS 富士日時、10月4日水曜日22時55分、 MC 三雲孝恵、中山秀幸出演、三田明、角川博士、竹島博士、青山真関連リンク、昭和歌謡パレードオフィシャルサイト。